はい、皆様おはようございます。神宮寺拓と申します。本日もスロット実践動画始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日ももうスロット台押さえております。今回はスーパービンゴギャラクシーということで、理由としましては、前回というか同じ月に、撮影された、スロッコイの収録、平沢由紀さんの回ですね。でビンゴギャラクシー打たれてたところを一応拝見したんですけども、なかなか良さげかなと、調子がですね、設定状況的に。で現在も時々回ってない時とかは多々あるんですけども、回ってる時の状況は割と当たってる、初当たりがですねちょっと軽いかな。今回はね、ちょっとアニメ半券ではありませんが、ビンゴギャラクシーを打っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、行ってきます。頑張ります。はい、それではスーパービンゴギャラクシー打っていきたいと思います。よろしくお願いします。お、始まりましたね。これ、このカウンター見えるかな？今、13って書いてあるこのカウンター。これが周期ごとの、ワン周期のゲーム数となっておりまして、周期到達するとこれがまたゼロに戻るんですけども、これが最大150まで貯まるようになっております。150で周期当選ですね。でレア役とかでそこの周期短縮してるんですけども、大体平均ゲーム数でいうと80ゲームぐらいと言われております。80ゲームぐらいで周期当選で、周期に当選するとビンゴワープっていうところに突入して、そこから、チャンスゾーンだったり AT 直撃だったりの抽選をしていると。はい、ギャラクシーズからだー揃いということで、強制的に周期到達ですね。2ゲーム目、3、次4、5ゲーム目いきましたよ。チャンス、そろっちまえ。お、いいですね、チャンスダウンですね。カウントダウンチャンスということで、青ですね。青は約 10% くらいの信頼度と言われております。バイブったぞ今。ダメ、10% ですからね。よーい、めっちゃ引いてんだけど、悔しい。めちゃくちゃ引いたんですけどね、残念ですね。これでチャンスゾーンに今当選したので、周期がリセットされます。また1周期目からですね。前回は206ゲームでのチャンスゾーンの当選でした。次のチャンスゾーンまで少々お待ちください。おーっと、1撃目からチャンスゾーン、また青ですね。強チェリーだからね、これ。ほら、強チェリー引いてもダメなのはね、無理かな。おお、昇格した。赤はマジでチャンス。今の強チェリーかなー、消えてくれお願い。約何パーぐらい、30%ぐらい。紫がねかなり。よし、当てました。61ゲームで、AT 当選になります。気持ちよかった。ということで、ここから AT
準備はいいですね。ここからレバーオンで7が揃います。ここから20分の1ぐらいでフォア、20分の1でフォア、残念まあこんなもんで、こっからがね、このビンゴギャラクシーの醍醐味でございまして、ですね、これが初回の突破、突破率、初回の継続率が 50% で、1セット継続すると、でそこを継続させきればあとは 80% で継続するとなっておりますので、初回が肝、本当に初回が肝。うわー、これねー、あんまり初回これで突破してる人見ないんだけどな。残念、復活ないよね。まあ今回は初回 50% 取れずと。で肝心なのがですね、これ AT 中の周期も、このまま引き継ぎますので、周期天井が AT 後は6から7に変わります。ここだけ覚えて立ち回ると立ち回りやすいかなと思います。うわー、若干期待ができそう。次だと思う、ここ。よーし、当たった。ふー、89ゲームですね。 AT、フォアさせよう、フォアさせよう、さあフォアさせよう、行くよ、行きます。はい、だいたい 5% ぐらい。はい、まあ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 、そういうゲームじゃないからな、これは最初の 50% を突破するゲームなんで。あー、つそうじゃね。いったろ、おめでとう。これで多分、だってこれで準備はいい、これで 80% 突破したっしょ。あ、 50% か、最初の 50%、 次から 80% なんじゃない。いやでもこれこっから祭りでしょ、これ要するに。違う、まあレインボーだったんだね。さあ、お待ちかね。まあ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 。気持ちいい。しかも今音消えなかったし、よろしくお願いします。まあまあ、そうそうね、ありがたい。熱いかも。
暑いかもはね、高設定に行きたいところだったかな。ホラーじゃなかったと思う。こんな感じうわ黒い。まずい。あぶねえ、気持ちいい。そろそろ、まあそうよね。え、ああびっくりするわ、レインボーだったでしょ。もうやめてよ。準備はいい？はい、準備はいいわ。偶数しさだったかな。行くわよが奇数しさ。いった、うわまずい。あー残念。はい、お疲れ様です。9連、あー7セットですね。7セットトータル1107枚で終了。復活はあー周期ですね。ビンゴワープ長い。おーおお。これ三つ揃うじゃない。当たったよ。AT です。2で止まったり。マジ上がらん。ただこの 50% 取ればいいだけだから。うお、これ取らねば。あと2マスでフォアが確定する。マジで取らなくて、この 50%死ぬほど大事。お願いします。お願い、本当お願い。消えて。なんでやろ、本当に。これレバーオンでね、まだ復活あるんで。はい、なかったレスト。下手くそー。いや、本当見せ場だった今のは。見せ場だったなぁ。引きが荒ぶっている。これどっちになんだろう。初当たりなのかな。
これが2連目扱いなのか初当たり扱いなのか。準備はいい？どっちだ。いやちょっと分かんないですね、ごめんなさい、勉強不足です。どっちだろう。赤いほら80だろ。今日一大事、本当お願い。よし、コングラチュレーション。コングラチュレーションっつったよ今。多分フォア確定、まあまあまっすぐフォアだったからな。感想でございます。極み。派手マジで派手。はい、コングラチュレーションということでリミットブレイク、2407枚獲得で完走ですというところで、時間も時間なんでね、この後のちょっと前兆だけ見て終わっていきたいなと思います。まあ、本当はね完走してるんで多分1ゲームで終わっていいんですけど、終わっていきたいと思います。終始の方は、エンディングで話していけたらいいかなと思いますので、皆様お付き合いいただいてありがとうございました。最後までよろしくお願いします。お疲れ様でした。しょう実戦終了ということで、本日快勝でしたね。スーパービンゴギャラクシーを1日打ちまして、投資の方が、4000円なので90枚貸しの360枚、回収がこちらちょっと減っちゃったけどね、2884枚の獲得で、まあ大体2500枚ぐらいの勝ちかな、2524枚ぐらいの勝ちです。はい、ホール内の状況としてはとても良かったかなと思います。まあ、今後もね、設定は意識していきたいんですけど、まあなるだけ勝てたらいいかなと思います。それではこの辺で今回は終わらせていただこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではさよなら、お疲れ様でした。